著名権は古墳時代の山東県の時代に現在の水田市から尼崎市までの北摂地方に置かれた県の一つ。このイノシシ名権が日本の歴史文献に登場するのは奈良時代に成立したとみられる日本の師書日本書紀である。日本書紀には仁徳天皇の頃に再起部といわれる著名権で形成され近畿に属した山東県の軍隊が 仁徳天皇へ馬を召し上げたと書かれており、古来から、イノシシ名権は、大和王権と密接な関係にあったと見られている。また、当時朝鮮半島から日本へ渡来してきた、帰化人もいたと伝わる。このイノシシ名権を支配していたのが、現在の大阪府民の市島丸に存在するためなとひ、古神社の豪族であった、ためなとひ一族で、飛鳥時代に起こった、 中野大江の王子、中富の鎌子らが、蘇我氏を滅ぼし、それに伴う改革である、大化の改新以前に、現在の北節を支配していた、小国家が成立していたとみられ、その後山東県のあがた主となった、以後の三世紀から五世紀にかけて県が成立したとみられている。著名県を支配したためなと彦一族は、著名県成立以後も支配を続け、松江があがた主となっていた。 だが、井上名犬のあがた主は、一切資料が現存おらず、詳細はわかっていない。ありがとうございます。